まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、いかがです。昨日さ、その、うん、あの、うんうん、対談の話したけどさ、告知してなかったね。いや、そうそう、それでね、その昨日の続きだけど、はいはい、この3人でそういう風に、まあ、漫画っていうのはこうやってできるぞ、ああいう風にできるんだっていう話を聞いて、うん、まあ、盛り上がったわけよ、うんうん、はい、それでかお客さんたちもさ、うん、へえ、あ、そうなんだっていう感じで、うん、一気にこの羽賀くんと里島くんのことを好きになっちゃったわけ。あ、ね、お客さん面白いもんね、話が。だからさ、漫画っていうものはさ、うん、言ってみればまあ漫画じゃん。ま、まあそうです、まあ漫画ですよ、はい、漫画で溢れてるじゃん今。あ、そう、ね、漫画喫茶も含めてね、うん、だって毎週毎週漫画をさ、うん、100円、何今ジャンプとかだっていくらな、ジャンプ255円だね。255円でさ、うん、毎週毎週漫画があってさ、うん、なんていうの、漫画ってちょっと悪者じゃない、そんなまた漫画なんか読んでとかって、まあ言われるよね、感じでしょ、うん、ところがさ、そういう風な苦労の末に、うん、ああやって255円で出してるってのはすごいことなわけよ。いや、そうですよ、子供にとってはね。そうで、いう話になってみんな好きになっちゃったんで、うん、その里島がじゃあね、うん、このまま豆彦でこの羽賀くんが連載していくにあたってね、豆彦、あ、あの M 彦で、はい、うん、M 彦で連載していくにあたってね、うん、ここにいる人たちが一緒に漫画を作れるような環境がだったら、漫画家もすごくモチベーションがもう上がるしね、いいんじゃないか。なんかすごくいいことを言ってるようでいて、ただの尻滅裂な気がする。いやいやいや、まあ、今俺が説明したよ、うん、このね、なんだっけ、宇宙兄弟漫画を、うん、その里島くんが作ってるらしいんですよ、うん、で今度その宇宙兄弟がね、うん、映画になるらしい。映画、でもアニメの映画か。アニメの映画、はいはい、実写小栗旬でやったもんね、そう、うんうん、でその、まあ、アニメの映画になるときね、うん、じゃあどんな話をしようかと、はいはい、新しくやっぱり話を考えようと言ったときに、その作者の人がね、うん、その周りの、まあ、スタッフなのかな、分かんない、うん、関係してるような近くの人に、うん、なんかいいエピソード、うん、あったら聞かせてほしいと、もうこれは心に残ってるってエピソードがあればね、うん、教えてもらいたいって聞いたらしい、うん、そしたらね、一人の人が、うん、豆腐屋さんっていうのは昔いたと、うんうん、まあ、で見ないけど、うん、で、ちっちゃい時に豆腐屋さんが桶を持ってきてください、桶を持ってきてください、そのスタイルはさすがに俺なかなかないなっていう、なんか言う、まあ言うじゃない、うん、桶を持ってくると、そのそこに豆腐入れてあげるから、桶持ってきて、桶持ってきてみたいなこと言うと、うん、なんかいわゆるオールドトラストな感じ、そうそう、ね、それが子供心に勇気を持ってきてくれって言ってると思ってたと。勇気、うん、桶が、うん、うん、なんか子供ながらに、うん、だから桶を持ってこいって言ってるのが、うん、勇気を持ってこいって言ってるのと、すごいなんか冒険心が膨らんでくるね、勘違いして、うん、その豆腐屋さんの前で、うん、よしとか、ね、うおとかやったらしいんだかわいいね、その、うん、っていう話をその宇宙兄弟の先生がね聞いたら、はい、この話にしようと、今のこれで2時間の映画にしようと、へー、思って、もそれがまあ実際すごくその話のね、うん、何かこう今のことからインスピレーションを受けて、はいはい、あ、今の話で映画できたということになったらしいんだ。へー、でね、うん、だからその羽賀くんがね、うん、まあ今連載をしてるわけですけど、うん、ここにいる人たちがね、うん、何かこれっていうエピソードを持ってきてくれれば、あ、その羽賀くんがそれから、うん、おし、それならちょっといただきっていう、うん、つまり一流っていうのはさ、うん、じゃあって言ってね、お前みたいにね、うん、今のじゃあ桶を勇気っていうのをそのまんま漫画に書いてねはい、ほら言った通りでしょっていう風には持ってこないわけよ、はい、そっからそれをインスピレーションの取っかかりとして、そう、全く違う形のものに持ってくるっていうことがまあ一流ですよ、うん、はいはいはい、ね、うん、あ、で、あ、へ、彼がこうなるねっていうね、うんうん、で、それはまあその里島君は数々の才能の一流を見てるから、そういうものだっていうこと で、うん、でその羽賀君もにそういうインスピレーションを与えてくれれば、うんうん、それをもとに漫画を6ページやろうと。え、それどう、 M 彦、 M 彦、はいはい、今 M 彦では見開きの、まあ、2ページです、うんうん、見開き1ページね、うん、それを見開き3ページもらって、うん、6ページの漫画をその今
ここで、うん、あのインスピレーションを受けたことをきっかけに、うん、漫画を描きましょうっていうことになったわけよ、うん、なので皆さん今度8月9日の8時に、うん、そのあなたのエピソードを一つ持ち寄って、うん、でこの2時間、まあ、8時から10時ぐらいまでの間に、うん、まあ、里島と俺が編集マンになって、はいはい、羽賀先生にこういうのあるけどどうですかって言った話を膨らましたものを漫画にするっていう風になった。ちょっとしたなんかプレゼン大会。それで何ですか、次の9月号っていうのが M 彦、うん、今7月の末にあの M 彦出たばっかりだから、うんうんうん、その次の9月末にその6ページの漫画が載ると、うん、ここに来た誰かの案が採用されて、採用されて、うん、そういう形になるっていうのをやろうとっていう回なんだ。だからその8月9日のこの、うん、漫画を作ろうっていう回には、うん、お前でもね、うん、お前のこれだっていう、兄ちゃんがお前の自転車で兄ちゃんの自転車がお前の顔の上を引いて、うん、いなくあの通り抜けた後にお前の眉毛が全てなくなってたっていうあのエピソードと見るよ。ああ、なかったら右だけだけどねでそのエピソードを持ち寄ってくれば、うん、羽賀くんがね、どんな漫画なの、それ言ったらってなれば眉毛くんっていう、ま、漫画になるかも分かる。いうことだよね。お前にとっては生涯一冊の、ま、眉毛くんになるわけじゃんそうね。そういう漫画あったらお前さ、みんな親戚中に、少なくとも兄ちゃんと兄ちゃんの奥さんと兄ちゃんの子供にはさ配りたいじゃん。ああそうね、これこれ俺って、うん、これは実は兄ちゃんなんだよとか、うん、そしたらお前の親父とお前の母さんとでお前のどこだけで20冊売れるじゃん。ああ売れちゃうねこれで、なる世代の近所に配るからお前のとこで100冊売れるじゃんでしょ、うん、だから普通だったら1冊しか買わない、もしくは1冊も立ち読みして買わないものが、うん、お前が眉毛くん の原案になった瞬間にお前100冊買ってもいいってことになるかもしれない。ああそっか、あの対象をニッチにすると、うん、そのあんまり手間はかけないけれども意外とまとまった本数が売れたりするかもしれない、うん、っていうことがあるかもわからない、うん、つまり今っていうのは物が欲しいんではなくて心の満足が欲しいわけだからね、だからそういう風な何かあなただけっていう何かがあると違うと。そうするとね、確かに漫画家っていうのは非常に孤独な仕事で、うん、まあ一番そういう点で恵まれてるのはミュージシャンだよね。だってミュージシャンっていうのは、まあ、売れない売れるあったとしても、まあ、売れたら売れたでバカ当たりだし、売れなかったとしてもとりあえずライブでお客さんと一体感があって、ああそうかそうか、常に間近の双方向のところあるよね。常に、ね、まあ、売れないかもしれないけど、うん、いや今日のライブは俺生涯もう矢沢永吉抜いたなっていう瞬間があるわけだあれはやってる側が間違いなく楽しいからね、うん、そうでしょ、うん、ところが漫画家っていうのはさ、やってる方っていうのは楽しい時もあるだろうけど、もちろんあるけど楽しくない時の方がほとんどなわけじゃない、ね、時間との戦い、そう体力とで書いて出してみてもどういう反応かわからない。そうなんだよね、うんうん、で、まあ、何部売れました、何千部売れました、何万部売れましたっていうのがさ、アンケートがないですよね、そうとかっていうところだけだから、うん、逆にこういうふうに、まあ、今回前回も 2,30 人集まったんだけど、羽賀くんは 2,30 人のお客さんを前にね、うん、漫画をやりますって言ったことって、うん、まあ、生まれて初めてなわけ。まあそうだろうね。でそういうビジネスモデル、まあ、ビジネスになるかどうかは別にしても、うん、そういうことってやってる人がないので、うん、里島くんというのは、まあそのね、センセーショナルなことがここで起こっているから、これは継続してやりましょうって言って第2回になった。なんか君と馬が合うのが分かる気がする、うんうん、分かった。